ミトリダテス6世イエウパトルは、小アジアにあったポントス王国の国王。小アジア一帯に勢力を広げ、共和制ローマの東方における派遣に挑戦し、三次に渡って戦火を交えた。エウパトルディオニュシウス、ミトリダテス大王とも呼ばれる。エウパトルは、ポントス国王ミトリダテス5世イエウエルゲテスト、ラオディケ6世の長子として、紀元前132年に、 ポントス王国の王とシノーペで誕生した。母ラオーディ家は、セレウコス長のアンティオコス四世、エピファネスの娘として、セレウコス長の源流である、ヘレニズム以来のギリシア文化と地元、シリアに根付くオリエント文化を理解した教養豊かな人物であり、エウパトルも母の影響を受けて、幼少期より、学術、言語、武術いずれにも秀出た才能を示したとされる。エウパトルは、 時期多い継承者の一人であり、父が紀元前120年に死亡すると多いを継いで、ミトリダテス六世と名乗った。しかし権力争いが生じミトリダテス六世が未だ幼少であったこともあって、ポントス王国の統治権は母が掌握し、ミトリダテス六世は監禁された。母たちによって命を狙われたものの、辛くも逃れるとともに、 王宮より逃亡して、数年間を荒野で過ごした後、紀元前120年に、クーデターにより母を軟禁して、ポントス国王の座を手中に収めた。クーデターにより、王位を得た前後に、ミトリガテス六世の妹ながら、妻としたラオディケ以外の兄弟全員を殺害した。王位についた、ミトリガテス六世は国会及び、アナトリア地方へ領土を広げる野心を持つようになる。 まずは、紀元前101年までに、国会東岸にあった、コルキス王国を征服。また、スキタイの脅威に直面していた、クリミアのタウリカ及び、ボスポロス王国に対して、ミトリダテス6世は、スキタイの脅威から防衛すると約束し、両国は見返りに、ミトリダテス6世の参加に入った。ポンティックステップでの勢力争いもあって、スキタイは数字にわたって、 クリミア侵攻したものの失敗、ついで、スキタイと同盟していた、サルマ大人と戦い、ディオファントス率いるポントス軍がこれを大いに破って、スキタイ及びサルマイにも、ミトリダテス6世を名手とすることを受け入れさせた。国会周辺をおおむね制覇した、ミトリダテス6世は、ローマの影響力が増しつつある、アナトリア地方へ触手を伸ばし、ビチュニアを二コメデス3世と共謀してパフラゴニア、 およびガラティアを分割支配することを企んだが、ビチュニアがこれに反して、ローマと同盟を結び、ミトリダティス6世への対抗姿勢を鮮明にした。また、カッパドキアの支配権をめぐる戦いで、ビチュニアを破ったが、ビチュニアに対して、紀元前95年及び、紀元前92年の二度にわたって、ローマが公然と支援していたことから、ローマとポントスの戦いは、必死の情勢となった。 紀元前94年にニコメデス3世が死亡。後継として、息子のニコメデス4世が即位したものの、ローマによる傀来政権であったことから、ミトリダテス6世はニコメデス4世の打倒を企てた。ここに至り、ニコメデス4世はポントス王国に対して戦線を布告。ミトリダテス6世は軍を率いて、マルマラ海を抜けて、ビチュニアへ侵攻したため、 ニコメデス4世は即座に逃亡した。ポントス王国は、イオニア系とアナトリア系の都市から構成されていたが、王族は、首都がギリシア系住民の多く住むシノーペへ移されて、以降は、完全にギリシア化していたこともあって、ミトリダテスはキュロス2世、ダレオス1世、セレウコス1世、アレキサンダー大王のごとく、ギリシア世界とペルシアを含む、東方世界の融合を目指すことを呼称。 ミトリダテス6世自身もヘレニズム世界の王者を自称した。ただし、結果的には、ミトリダテス6世の持つ野心を実現するためのプロパガンダに過ぎなかった。とはいえ、ギリシア人にとっては、ミトリダテス6世の心の内が何であれ、国会沿岸や東方世界、そして、ローマといった蛮族からギリシアを守ると宣言したポントス軍に、対しては、ロドス島で、 ローマ軍を包囲した際に、アテネを含むニリシア都市が、ミトリダテス6世の軍を歓迎したように、ミトリダテス6世に対して、一定の指示を与えた。紀元前89年頃の東地中海及び、オリエントポントス王国共和制ローマアルタクシアス朝、また、同年には、ポントスと隣接するアルタクシアス朝のティグラネス2世へ、娘のクレオパトラを嫁がせ、 アルメニアとも同盟関係を締結した。詳細は、ミトリダテス戦争を参照伝えられるところによれば、紀元前88年に西アナトリアを征服した後に、ミトリダテス6世はそこに住むすべてのローマ人の殺害を命令し、男、女、子供の別はなく、約8万人のローマ人が殺害されたとされる。カッパドキアをアリオバルザネス1世も追放。 息子のアリアラテス9世を大いにつけた。ミトリダテス6世がギリシアへの侵入を企てたことにより、ルキウス・コルネリウス・スッラは、ミトリダテス追悼のために軍を率いて、ギリシアに向かったが、その直後に、スッラ不在のローマに、民衆派のガイウス・マリウスが軍を率いて攻め込み、ローマ市を制圧。マリウスが全権を掌握するとともに、スッラに組みする。 罰族派を殺害するに及んだものの、マリウスはしばらく後に死亡した。マリウス死後に実権を握ったキンナは、ミトリダテス6世討伐の正規軍を派遣したことから、ミトリダテス6世にとっては、完全のスッラ率いるローマ軍を攻撃できる後期でもあったが、スラ軍と二度戦って、共に敗北した。それでも不利な情勢にあるスッラに対し有利な条件で、講話を結ぶよう手回ししたが、 ツーターは応じず、ミトリダテス六世は鉄兵を余儀なくされた。紀元前83年、ローマ軍が先の戦争で結んだ講和を破り、カッパドキア及びポントス領へと侵攻。ミトリダテス六世は、ローマへ抗議の使者を送ると共に軍を率いて、迎撃して、ローマ軍を撃破。その後の講和で、若干ながら、領土を得た。紀元前74年、 ローマがビチュニアを併合したことにことを唱えアルメニアやボスポロスと結んでビチュニアを攻撃。ローマと再び先端を開いた。最初にルキウスリキニウスルクル,ルス、次にグナエウス・ポンペイウスと相対し、一時期は優位に戦況を進めるが、最終的にミトリダテス6世の敗北に終わった。第3次ミトリダテス戦争での敗北後、ミトリダテス6世は、 コルキスを経由し、ボスポロスへ逃れ、息子の一人である総督のマクヘアーズを頼ったものの、すでに王国はローマ人によって再編成され、ミトリダテス6世への協力に消極的であった。ミトリダテス6世はマンチェアーズを殺害し、事実上ボスポロス王国を乗っ取った後、ローマを倒すため兵を募り、イベリア王国やカフカスアルバニア王国からの支援も受けて、 再度の抵抗を試みたが、紀元前63年に、息子のファルナケス2世に反乱を起こされ、形成不利を悟ったミトリダテス6世は、パンティカバイオンへ退き、自ら命を絶った。これを知ったローマ兵は、ミトリダテス一人の死は、敵兵一万の殺戮に相当するとして、祝杯をあげたという。遺体は、ファルナケス2世から、ポンペウスのもとに送られ、後に、 死のオペに埋葬された。ポントスとボスポロスは、ファルナケス2世が継承した。ミトリダテス6世を表した効果。ありがとうございます。